新型コロナウイルス対策としてのマスク、数量をちょっと減らしたいというものではないはずです。今そういったマスクの使い方、マスクの種類が非常に街中で増えていますが、新型コロナウイルス対策のマスクは減らしたいのではなく、吸わないのが目的です。そのために私たちアレルギー持ちが長年苦労してきたマスクのノウハウを発信しています。このチャンネルの情報が少しでも一人でも多くの誰かの役に立つことを願っています。このノーズフィッターが緩いとの人、パッをやるまでもなく抜けてます。もうガラ空きです、じゃあこう鼻の浅くかけてた人の測るまでもないですね。もう上空間空いてますから、マスクをしてないのと同じです。これはちゃんと上までかけてノーズフィッターがガシッと止まっていてこその不織布マスクです。ここが空いている人、緩い人、もしくは下に低い人、こうすると、密閉性、フィルター性のない布マスクをしているのと何ら変わりません。だってここにトンネルが空いてるんだもん。やっぱりいかに不織布マスクといってもノーズフィッターをちゃんと押さえて、ここ密閉してない限りはこのフィルター性能は全く発揮されません。そこは十分お気をつけください。今現在街中を見てても、ここをしっかり塞いでる人って本当に1割ぐらいいたらいい方だと思います。ほとんどの方はここガラ空き、もっとひどい方はここがガラ空き、サイズがガバガバのでっかいマスクつけてる方はここがもう鼻が横から後ろから見ると見えちゃってるんです。マスクとして効果あるわけないですよね。直接前に大きな粒を飛ばさない、細かい粒はここからダダ漏れっていう使い方ですので、人に移さないという能力もかなり低いですし、圧力抜けがあると前に出ない分横に出るっていうことです。例えばこういうマスクをしてこう横がガバガバ開いた状態の不織布マスクであっても、布マスクであっても、ウレタンマスクであっても、そういうので映画館に行ったとしましょう。前方には出さないけど横並びにずらっと人が並んでたら、横方向に向かって飛沫が飛ぶわけですから、前方へカバーするだけじゃなくって全体をやっぱり密閉しましょう。それによって外へ出す飛沫っていうのさえ9割ぐらい抑えられるそうです。自分が外からのそのウイルス飛沫が飛んでいる中に行っちゃった時、吸わないようにするためにはやはり周りをこのように完全にガシッと密閉した状態 でこうヤッホーにして、この周りを全部縁を押さえた状態が完全に密閉させた状態、手を離していきなり息がしやすくなっていたら、それは密閉性自分でできていないという証拠です。密閉できていないマスクでは意味があんまりありません。ほぼここを不織布マスクであっても、密閉して使う方法、使い方をすれば、不織布マスク、普通の耳掛けであっても密閉度、そうしてこそ初めてこのフィルターの性能を 100% 使えるわけです。例えば通勤ラッシュで電車ぎゅうぎゅう詰めになってたとしても、接触感染は別にしても飛沫感染、吸っちゃう感染っていうのは、最終防衛ラインのマスクちゃんとしてるだけで、あれだけ人がごちゃごちゃいても吸わないで済むんです。その方がみんないいと思いませんか。横で出してる人がたまたまいなかったから今まで感染しなかっただけというゆるゆるマスクの方たち、ぴったり密閉しましょう。そして布マスクとかウレタンマスクとか、感染防止にあまり効果がないものを、なんか今世の中おかしくなってます。一生懸命ファッションマスクを宣伝してますけど、それをやっちゃ感染止まりません。ファッションマスクが欲しいわけじゃないです。ファッションマスクって衛生マスクじゃなくて覆面ですから、覆面が欲しいわけじゃありません。今私たちが、社会が欲しいのは衛生マスク、感染を防止する能力があるマスクです。衛生マスクとしての機能があった上だったらファッションいくらでも求めてください。でも機能がないファッションマスクね、それをもてはやすのはテレビ局も企業の方もやめていただきたい。それはパンデミック終わった後でファッションとしてやってください。今必要なのは感染を止める能力がある、機能性があるマスクです。まず機能ありき、その上で涼しいとかおしゃれとかいうのを求めましょう。ちょっと強く言いましたけれど、これ大事なことだと思いますので、皆さんマスクに対する考え方、改めてちょっとそこを改革していかないと、この感染止まらないと思います。みんなでファッションマスクじゃなくて機能のあるマスク、もうぜひそれお願いします。ご視聴ありがとうございました。
出ません。飛ぶんです。上にすごく激しく飛ぶの自分で出ません。出ません。そこも弱くするだけ。出てないわけじゃない。遠くへ飛ばないで近くへ出してしまう。